というわけだから、ユーノ、頼んだよ。ちょっと待った！終わり。あんた、まさか。そうだが？冗談じゃないわ！姉として、そんなこと、絶対に認めないから！こんな時こそ、その無駄乳デカ女の出番でしょうが！もちろん、エロリーに頼めるなら最初から頼んでいるよ。でも、無理なんだ。彼女をよく見ればわかるだろう。そうね、エロリーはノーブラだったわ。ないけど、Cカップぐらいはあるでしょ。私、スペックは非公開だから。それに、もしあったとしたって、ブラジャーを提供するなんて断固として拒否するわ。たとえ地獄の豪華に焼かれようとも、永遠にこの浅草に閉じ込められることになったとしてもね。分かったわよ。じゃあ、ユーノの代わりに私のブラを提供するわ。浅野、お前では無理だろう。胸部的戦闘力が圧倒的に不足しておるからな。でもだからってユーノのブラは渡せないわ。こんなのひどいセクハラよ。もはや犯罪レベルよ。ユーノ、あんただって嫌でしょ。ユーノのブラで絶倫権が生成されるんだね。ダメ！とにかくユーノのブラはだ。やれやれ、分かったよ浅野。ユーノも残念。ブラぐらい提供したっていいのに。仕方ない、ユーノのブラが使えない。オワリさん。ああ、これは俺の個人的なコレクションだよ。秘蔵の品と言ってもいい一品だ。もちろんどこかで買ってきたようなものじゃないぞ。これはある女性の忘れ物さ。その女性と俺はあの夏の日、二匹の獣となり燃えるような一夜。ストップ！それ以上何も言うな。知りたくないし聞きたく。そのサイズから考えて相手は異国の女性か。さすがは世界、その名に恥じぬワールドワイドぶりだな。ははこんな変態な会社の代表だなんてね。いっそ死んでくれないかしら。終わり。最低、最悪。というか、どうして最初からそれを出さなかったのよ。やはり鮮度にこだわりたくてね。ユーノのブラで儀式を行いたかったのだよ。ほら、ブラは脱ぎたてに限るって言うだろ。言うか！やっぱりあんた最低よ。でもって最悪の変態だわ。最高の褒め言葉として受け取ろうじゃないか。何はともあれ、これで全ての素材が揃ったわけだ。いつでもエクスカリバー生成の儀を始められるぞ。呆れた材料についてはとりあえず気にしないことにするわ。そうしないと話が前に進みそうもないし。それでその生成の儀はどうせろくでもないことだとは思うけれど、早く教えてくれない？おいおい、見くびってもらっては困るな。こいつは草原にして厳粛な儀式だよ。エロリ、
君から説明してやってくれないか。エクスカリバーの所有者となるものよね。それから右手に黒光りする棒、左手に生クリームをつけたバナナを持ち、高らかに呪文を唱えてくださいな。我は絶倫の王、来たれエクスカリバーってね。その後に左手に持った生クリームをつけたバナナを一気に食べる。そうすれば黒き棒は絶倫剣エクスカリバーへと奇跡の変化を遂げるのですわ。ふんふん、ほっほー、正解。我が犬でよくそこまでの儀式を構築したらやるではないか。それでこそ我がソウルメイトであり前世からの相棒だ。正解さん、それすごく面白そうだよ。さて問題は誰がこの名誉ある役目を果たすかだな。つまり誰がその恥ずかしい役を引き受けるのかってことね。ちょっと待ってください。ひょっとしなくても僕がやれってことですか。こういった役目はやはり君が適任だと思うんだよね。ああ、レイジー、お前が真の勇者となる時が来たのだ。説得するのも面倒だが、さっさと決断しなさい。っていうか、あんたの他に誰がやるのよ。文句言わずにやんなさいよね。デイジ君、レジェンディングだよ。あら、坊やが絶倫剣エクスカリバーの使い手となるのね。大丈夫、儀式は手取り足取り私が導いて OK。断固として拒否します。拒否します。拒否しますってば。坊や、儀式を始めるわよ。熱く激しく呪文を唱えてちょうだいね。あ、我は絶倫の王、来たれエクスカリバー。ダメですね。まだ坊やの中に羞恥心が残ってますよ。レイジ君、しっかり頼むよ。ベロベロストーバ。だったら僕と変わって。あいにくブラジャーをつける趣味はないんだよね。そんなの僕だってありませんから。さあ次こそ行っちゃいましょう。我は絶倫の王、来たれエクスカリバー。デイジ君。そうか、そのズボンが生成の儀の妨げになっているのかもしれないね。は怖がらなくてもいいのよ。ユナさん、次のバナナを生クリームてんこ盛りでお願いします。任せて。我は絶倫の王、来たれエクスカリバー。